ご覧いただきありがとうございます。今回はですね、日立製エアコンの掃除です。炉の前の洗面所がですね、暑いということで、部屋の広さはすごく狭いんですが、後付けで日立エアコンをつけました。2015年ですね、年製のものです。もう5、6年経ってるけど、多分記憶では掃除してないかなと思います。電源を抜いてフロントパネルを外して、フィルターを外します。すごく汚れてるっていう感じではないですけども、どうしてもこう、綿ぼこりっていうかですね、が立ちやすいところなので、あと湿度が高いところなので、ちょっとできればファンを外してやりたいなと思います。ルーバーを取り外します。いつものように真ん中を外し、左右という感じですね。本体カバーの下側にこう隠しネジというかあるので、そこのプラグ部品を外してネジを2本外します。右側の、冷蔵部の金属パネルのところにあるネジも外してですね、これで本体カバーが取り外せる状態かなと思います。本体カバーを外しますが、大体どの機種も一番奥のところにフックが引っかかっているので、そこを少し持ち上げるような形、あるいは押すような形でやると外せます。この3箇所ですね、この機種はこの3箇所で止まっていました。ファンを外したいと思いまして、左側の軸部になっているプラグを見ると、ネジと、珍しくこれインシュロックで、止められている感じがしました。中のファンは1枚羽がなく、そこから覗くとネジで固定されているんです。ご覧のように左側に壁があるので、こう下から抜く、左下斜めに抜くみたいな感じしかないので、この左側のプラ部品が外れるかというところがポイントになる、あるいは下の部品が外れるかということですね。ネジを外し、インシュロックを切りまして、慎重に少し熱交換器を持ち上げます。で、いけそうな感じなので、下にある黒い、ドレンパープにつながっている部品を外すことを考えます。でよく見ると、左側はドレンパイプで固定されているんですが、右側はネジでどうも固定されているようなので、1つ外しました。これでもちょっとなかなか外れないので、もう1つ見ると、もう1つ横が側面ですね、ネジが1つありました。でまだこう外れない感じ、止まっている感じがするので、さらに見ていくと、もう1つ奥側にネジがありました。ギリギリ右の壁にも干渉せず、ドライバーが使える状態で、ネジを外すことができました。これでおそらくこのドレンパイプにつながって、ドレンホースにつながっているのが外れそうですね。右が外れましたので、これであとはドレンホースに、つながっていると。でこうするとルーバーが見えてきますので、ルーバーも外せます。この機種は一番こう安い機種なので、ルーバー手動でこう手で向きを変えるやつです。なのでプラ部品がですね、ルーバーが、穴にこうはまってるだけ、何箇所かはまってるだけなので、それを慎重でこう抜いていくと、ルーバーが外れ、右側が外れました。で左側も同じように、抜いていきます。これでルーバーが外れました。であとはこのドレンホースにつながっているところの接続部分を見ていると、どうも、ネジでですね、1本で固定されているようでしたので、このネジを取り外します。ネジを外すと、ですね、ルーバーを、ルーバーじゃない、ごめんなさい、ドレンホースからこの黒い部品をですね、余ってる部分を少し抜き取ると、無事に外れました。これがドレンホースにこう排水を誘導する部品ですね。ちょっと黒いんで汚れてるかどうかよく分かりません。これで、ファンが下から抜き出せる、抜き取ることができるかなと思うので、
クウェブのところ の, あのモーター軸のところのネジを緩めて、少し熱交換器を上げながら左にずらすとモーターから軸が外れたので、あとはなんとかこう左下に滑り込ませてファンが無事に外すことができました。まあ、これも黒いんで、ちょっとカビがどうかわかりませんが、こっち側を見るとですね、やはりこう黒く汚れてて、まあ、同じような感じに汚れている状態で、これが取り外した部品でお風呂場に入れて洗います。で次に、まあ、本体に洗うための準備をします。まず右側の電装部をいつものようにタオルで覆って、タオルの方を少し余剰テープで固定しながら、その上にでさらにカバーをしていきます。まあ、養生テープで固定します。で、モーターの軸部分からも入らないように、まあ、キッチンペーパーを押し込んで、その上を養生テープで留めるという方法を今回は取りました。幅が、100センチですね、1メーターのマスカーを、まあ、中央下からこう一周させ、一旦これをこう広げて、まとめるんですけど、まあ、その前にちゃんと、まあ、ついてるか、まあ、ないところは少し養生、ついてないところは養生テープで少し補強をしました。でこう一旦広げてまとめます。で、本体を洗った時に出る水を下側の、まあ、バケツにこう誘導するためのマスカーを下半分に貼って、まあ、これ映像ありませんけど、今1枚貼りまして、もう1枚貼って2枚で誘導していくという感じですね。で、まとめておいたマスカーを天井などにこう広げて、周りに、洗浄した時、水洗いした時ですね、特にが水がこう飛び散っても大丈夫なようにカバーします。でいよいよ洗剤をつけ、手が届く範囲で、ブラシでブラシングをしていきます。ここら辺はあの映像を省略してますが、他の機種のところで見ていただければと思います。蓄圧分泌器で、あとはこの洗剤を丁寧に洗っていくという形になります。まあ、真っ黒という感じじゃないので、まあまあそれほど汚れてなかったかなと思います。一応洗浄が終わったので、拭き上げて、今度は取り付けですくみ上げていきます。まあ、基本的には外した順番でやっていくという形になります。まあ、今回の機種は比較的シンプルな構造だったので、自分で撮ったビデオも見返すことなく取り付けていきました。配線をこう整えた上で、音あった場所に金属製の部品を置いて、もしあのトライされる方は、やっぱりあの順番が分からなくなることがあるので、ご自身で映像を撮られているとどういう順番で外したかなというのが分かるかもしれませんので、良いかもしれません。ファンを左下からずつ目盛りを込ませてモーター軸に貼ってます。左側の軸受け部分にある幅がこう、この機種は2分割されて、その間に軸受けのベアリングがあの一応はまったので、ファンの取り付けネジを固定し、ドレーホースに、まあ、その何て言うんですか、誘導する部品を差し込むんですけど、ちょっと、結構きついかなと思ったので、シリコンスプレーをかけて、そうするとスポッと入りますので、入り込んだ上、入れた上でねじって、でこれを元あった場所にこう収めて、本体にはめていくという、はめますね。で、取り付けてあった右側にあったネジを、右サイド、右側面に2箇所、それから右の正面に1箇所ですね、1個取り付けていきます。左側の、あの軸受けを固定するネジを止めてなかったので止めて、インシュロックですね
同じように持たったように四六で固定しました。で、右側の配線を整えた上で、まあ右側 の, この配線ルート黒い部品のネジを正面のネジを締めます。で、ルーバーを取り付けますが、これも本当にはめるだけですね。穴にポッチをこうはめ込むだけです。今回の機種はですね、モーターがついてこう左右に動くとかっていう機能がないので、込むだけです。で、そこのところの配線をこう整えて、もとあったのをこうイメージしながら力がかからないように整えます。それで本体カバーを取り付けます。奥の方にさっき試作にあった3つのフックがかかるように留めて、で、連装部の金属カバーを取り付けます。で、隠しネジの2箇所の左右の2箇所を締め、隠すためのプラ部品をこうはめ込みます。あとはフィルターをセットして、フロントパネル、あ、その前にルーバーでしたね。ルーバーをはめて、フロントパネルをはめれば完成ですね。まあ、ちょっと水滴があったので、雑巾で拭きました。まあ、電源を入れて試運転ですね。問題なくルーバーが動き、風も吹き出てきているようです。ご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。